たいと思います。さあまたステージはね、随分なセットを組んでおりますが、今日はどんなゲームになるんでしょうか。まずはチャレンジャーの皆さんをお呼びしたいと思います。マンフー、ピーちゃん、ツーちゃん、そしてドアラー、はい、拍手でお迎えください。皆さん出番ですよ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。なんかアテンドの人がいますね。はい、いいですか。はい、お席は聞いてますか。聞いてないの。誰がどこに座るのか聞いてないの。この順番でいいのかな。この順番に、はい、じゃあもう座ってもらいましょう。はい、座ってもらいましょう。椅子取りゲームじゃないんで、すいません、今日そういうゲームじゃないんで、それは昨年かなんかに名古屋でやりました。さあ、ということで今日は皆さんこんな感じでテーブルとね、お椅子と画用紙とご用意しておりますが、今日はどんなゲームをやるのかと言いますと、タイトル発表します。イエスオアの瞑想ゲーム。拍手。あれは何でもないです。いきなりノー言わないでもらっていいですか、リンちゃん。いきなりのノー、ごめんなさい、ちょっと。今から説明する。ね、今から説明します。で、皆さん、野球というスポーツ、さまざまな情報を瞬時にキャッチして動かないといけませんよね。そこで、野球のチームのマスコットキャラクターの皆さんは、どれだけね、情報を収集して、瞬時にその判断ができるのか、というのを今日はゲームで競っていきたいと思います。今日はね、チームではなく個人戦でいきます。ルールはね、お姉さん今から説明します。まず、小夏お姉さんがあるお題を出します。で、会場の皆さんにはお題をお見せいたします。マスコットのみんなはそのお題を当ててもらうんだけど、マスコットのみんなにはイエスかノーで答えられる質問をお姉さんにすることができる権利があります。やったね、権利あるよ。例えばじゃあ、例えば、それは食べ物ですかとかって誰かから聞かれたお姉さんがイエスかノーで答えます。その情報を集めて一体お題は何なのかというのを答えてもらいます。分かりましたか。大丈夫、皆さん分かります。一回やってみたら分かるかな。で、皆さんね、お題は M スプラッシュが皆さんに見えるように持つんですけど、それ大きな声で言っちゃったら何、食べ物ですか。まだ始まってません。すいません、まだ始まってません。で、皆さんはお題をね、大きな声で読んじゃったら元も子もございませんので、グッと我慢してね、キャラクターのみんな言うように頼まないで、みんなに言うように頼まないで、声は出さずに楽しんでみてください。耳をそば立てない。そこなんだね、耳ね。そこなんだね。はい、ではですね、早速 M スプラッシュのみんな準備をお願いします。はい、お願いします。では早速参ります。見ないでよ、身を乗り出さないで。さあ、得点表も用意してますからね。では行きますよ。イエスオアの連想ゲーム、第1問目のお題はこちら。皆さん C ね。では何でもいいです、質問を。みんなの声を混ぜないで、何でもいいから質問ください。お姉さんが、食べ物ですか。ドアラから食べ物ですか。ノー。どんどん質問してくださいね。みんなのこの質問を総合的に判断して、ここに何が書かれているのか答えてもらいます。今回は全部ね、単語、すごい難しいことじゃなくて単語です。小夏さん、鬼ですか。ノー。生き物ですか。いいね、ずーちゃん、生き物ですか。ノー。なぜ食べ物じゃないんですか。これはイエスかノーでは答えられません。それはそうだからです。さあ、イエスかノーかで答えられる質問を皆さんにどんどん、これは多ければ多いほどみんなにとっては有利ですからね、どんどん質問ください。書くのに時間かかるのね、すいませんね。はい、りんちゃん、どうぞ。答え教えてくれますか。ノーです。断固としてノーです。無理したら食べられますか。無理しても食べられない、ノーです。動物に例えると何ですか。バイサムヨーコ。動物に例えると、イエスかノーじゃないじゃない答えで、ね、サムヨーコさんです。どこのサムヨーコさん。動物には例えられません。みんなイエスかノーかの質問だからね。はい、お願いしますよ。ここはどこですか。知らずに3日目なんですかね。知らずに3日目ですか。イエスかノーでしか答えませんからね。お願いします。赤いですか。あ、どうですか皆さん。
ね。ノーです。でもりんちゃん今いい質問をしました。はい、まず危険人物ですか、ノーです。青いですか、ノーです。好きですか、イエスですね。皆さんね、これがきっと皆さんイエス、好きですかっていう質問は多分会場のみんながイエスだと思います。りんちゃん、青臭いですか、ノーです。いくつか質問が出ましたが、有益な質問は果たして2つぐらいですね。ためになった質問は、臭いですか。いやまずそれはノーにしときましょうかね。ノーですね、生き物ですか、ノーですね。みんな分かった、その質問でどう分かる。このたくさんの情報を集めて分析して、この単語が一体何かを当ててもらいます。動く、ノー。青いコアラですか、ノー。さあどうでしょう、スポーツですか、イエス。すごいですね、すごいとこつきますね。じゃあもうそろそろおしまいにしますよ。最後一人行く人いますか、いいですか。じゃあドアラ行く、最後聞きたいことある。じゃあ最後ドアラ1個だけね。ボールは使いますか、イエス。いただきましょう。では皆さん、それぞれ単語一つ回答を書いてください。どうぞ。さあ最後の畳みかけるようになんかいい質問が出てきましたね。まあ、まずこれ一つ目の問題ですから。さあ、もうドアラを書き終わったようです。さあいくつかヒントがありましたが、これポイント制ですからね、トータルでポイントが多いのが優勝という形になります。さあ先ほどのいくつかある質問のイエスノーを総合判断して、一体ここに何が書いてあるのか当ててもらいましょう。全員書いたら一斉出してもらうよ。いいですか、早押しではないんですね、すいません。いいですか、できましたか、できた、できた。では一斉にいきましょう。せーの、ドン。はい、見ていきましょう。ずーちゃん、野球ですか、ここも質問できましたか。じゃあちょっと待ってね。ドアラ、ゲートボール。マー君、ボーリング。そしてりんちゃんが野球。この中に正解者はいますか。います。ということで野球が正解です。りんちゃんとずーちゃんに拍手。ずーちゃんイエスです、野球でした。ドアラで一番に書いたんだけど、ゲートボールかと思ったの、ゲートボールかと思ったのか。ということで、ずーちゃんとりんちゃんに1ポイントずつ入ります。拍手。まあ、1問目ですからね、まあ野球が来るでしょうよ、そりゃね。ということで次からちょっと難しくなりますからね、今の要領でみんなどんどん質問してください。ちょっとお姉さんも心配になったら会場の皆さんにも聞きたいと思います。では準備はよろしいですか。ではいきます。食べ物好きだね。じゃあいきますよ。第2問目のお題はこちら。言わないでね、言わないでね、言わないでくださいね、言うの待たないで。はい、ということで、はい、ドアラ、食べ物ですか、イエス。すごいですね。さあ、なぜか、もう食べ物ですから、食べ物ですからね。はい、さあ、ここからですよ、皆さん。ここからいかにこの的を絞っていくか、もうみんなで協力していかなくてはいけません。臭いですか、臭くはないですよね。ノー。答え教えてくれますか、ノーです、これはもう。絶対にノーです。美味しいですか、美味しいですよね、イエス。美味しいです。生物ですか、ノーですよね。生物ではありません。イエスかノーで答えられる質問どんどんください。見えますか、あーなるほど、ここからノーですかね、ノーですね、ノーです。生き物ですか、食べ物で生き物だったらなんかすごくない、なんかすごくない、ノーノーノーの。さあいかがでしょう、ここからがだって広いもんね、範囲がね。もう聞いちゃうの、答え聞いちゃうの、の。お高いですか、お高くはないですよね、そんなに高級ってわけではないですよね、の。暑いですか、あ、イエス、暑いですよね。はい、続いてこれはすいません、これ謎の魚ですかね。
ちょっと誰も食べたことがないかと思います。ノーノーです。100円から1000円こういうのあります、ありですか。え、そ、100円から1000円じゃない、買える、買えます、食べられる、ちょっと高いぐらい、ちょっと高い、これぐらいでも食べられるとこもあります。あ、お店によるかな、どっちかな、これちょっと難しいな、イエスかノーじゃちょっと言えないね。さあどうでしょうか、もうすぐでおしまいにするよ、もうすぐでおしまいにするよ、頑張って500円から1000円狭めてきたね。でも1000円じゃちょっとお店によってっていう感じだそうですよ。あ、りんちゃん昨日食べましたか、食べた人います、あ、いないっての。3000円から1万円3000円から1万円ほどしないですね。の茹でますが、茹でるっていうのかな、茹でないですよね。のマリンに売ってますか、マリンには売ってないんじゃないかな、売ってる、売ってます、あ、売ってるって、イエス、2000円から3000円、そんなにします、する、それぐらいする、しない、あ、しないって、値段ってそんなわかる。じゃ最後の質問にするよ、最後金額、最後値段、誰か最後、ずいちゃん何笑ってんの、最後なんか聞きたい人いる、いない、もういい、いいの、じゃマーク何かあったらどうぞ、はい、まず何かあったらどうぞ。相場価格、イエスかノーじゃ答えられないから言えません。はい、じゃあここまで質問タイム、ここまでです。では回答のお時間です、今の質問のね答えを分析していただいて、ここに何が分かっているのか、大きな枠が分かったよね。そこから皆さんもいろいろヒントをくれました。一体何なのか答えていただきましょう。さあ準備の方はよろしいでしょうか。つーちゃんは随分駆け進んでるんですね。はい、マー君、兄ちゃんまだ迷ってる、早押しではございません、はい、さあできたかな、はい、では全員の答えが出揃ったら一斉にいきましょう。 OK いいですか、じゃあいきましょう、全員の答え、せーのドン。はい、ピザ食べたい、焼きそば、いきなりステーキ、お寿司ですかと答えが出揃いましたが、この中に答えはあるんでしょうか。ありませんでした。では正解をお見せしましょう。正解こちらです、じゃん、味噌カツでした。残念、あの交流戦のこのドラゴンズ戦のカードだけ売ってるんだって。ねえ、もうマーク残念だったね、マリンのことを知り尽くしているけれども、ということで、2問目は誰もポイントゲットならず、いきなりステーキはここにはございません。ということで、じゃあ次の問題いきましょうか。はい、次の問題、なんかご指示ありますか、ダッフさんお願いします。もう一回そのままでいいですか。はい、そのままいきますね、食べ物ちょっとしまってくださいね、ちょっとまだですよ。では次の問題いきます。第3問はこちら。はい、言わないでね、言わないでね、言わないでください。はい、では質問どうぞ。食べ物ですか、これはちょっと何とも言えませんよね、これはちょっとイエスかノーでは答えられません。これは結構ヒントかもしれません。無理したら食べられますか。そうですね、イエス、イエス、はい、名古屋系ですか、そうきたか、そうしたらなんかもう楽だね、ノー、ノーです。え、ずーちゃん、え、あれ、イエスって言ったらイエスだしね、イエスって言ったらイエスだし、ノーっちゃノーだしね。好きですか、皆さん好きですか。でもこれ広く捉えてください、広く捉えていただいて、会場の皆さん好きですか、好きな人拍手、広く捉えてね、広く捉えて、お姉さんも好きです、イエス、イエスです、魚ですよねイエス、もうこれなしにしよう、これなしにしよう、そうです、答えは魚です、もう先に言っちゃうけどこれ、魚って言っても
ですね、魚ですから相手はね。ということで、もうこれはポイントどうしようかな。ポイントは坂坂ずーちゃんとドアラにあげようか。あげようかね。じゃあずーちゃんとドアラに1ポイントあげる。特別にね、特別だよ。坂って何？途中まで書いてたの？途中まで書いてた。 0.5 あげません、あげませんよ。さあ、ここまで今3問やって、途中はちょっとなんかもうよくわからなくなっちゃったけど、ドアラが1点、マー君0点、ズーちゃんが2点、リンちゃんが1点と、ズーちゃん一歩リードですね、今ね。じゃあもう1問いきますか。じゃあもう1問、次の問題、これ最後にします。ラスト問題はこちら。はい、こちらです。では質問、皆さんどうぞ。さあ、ここまでズーちゃんが一歩リードしてますが、最終回5ポイントあげよう。5ポイント、得意の5ポイントあげる。頑張って。さあ、どうでしょうか。どんどん質問をねしてくださいね。会場の皆さんにもちょっと協力して答えてもらいましょう。はい、まずどうぞ。マリン絡みですが、イエスといえばイエスだし、ノーといえばノー。みんな知ってますが、イエス、知ってますね。はい、りんちゃんどうぞ。こなつお姉さん結婚できますか？ノーですね。それは何？お姉さん誰とも結婚できないって意味のノーでしょ、今のマー君の。失礼だからね。知らないじゃないよ。好きですか？皆さん好きですか？おー、好きですって、イエス。イエス。あ、どうでしょう。ここからですよ、皆さん。頑張って。どんどん質問した方が情報は集まりますからね。さあ、今ズーちゃんが一歩リードしてますが、最終回は5ポイントあげます。食べ物ですか？物ではないですね。ノー。動きますか？イエス、動きますね。女子ですか？ノーですね。女子ではないですね。自動ですか？自動なんでしょうか？自動なんでしょうかね。イエス。人間ですか？ノー。さあ、どうでしょう。難しい。リンちゃんが頭を悩ませています。さあ、答えは出るかな。これ最終問題だからね。5ポイント頑張ってね。さあ、どうでしょうか。頑張ってください。機械？機械じゃないですよね。ノー、違います。さあ、どうでしょう。腕が止まっています。頑張って、たくさん質問しないと。変えますか？変えないですね。ノーです。白いですか？白いとこもあるかな。白いとこもある。怖いですか？怖くないですね。ノー。遠いですか？割と近いですかね。怖くはないですね。マー君ですか？名指しはちょっとやめてもらっていいですか？ノーですね。名指しはやめてください。大きいですか？でも小さくもないですね。難しい。お姉さんと比べて、お姉さんと比べたらちょっと大きいかな。幅はお姉さんの方があるかな。東京ですか？東京ではないですね。ノー。ノーです。小さいですか？小さくはないですね。ノーです。さあ、セブン大きさ気にしますね。何ですか？答えられません。ズーちゃん、イエスかノーだよ。千葉さんですか？千葉さんじゃない。ノーです。さあ、どうかな。さあ、質問タイムもうすぐ終わっちゃうよ。わかる？これでわかるの？わかんないでしょ。頑張って質問してください。エムスプラッシュですか？でも名指しで言わない。ノーです。お金かかりますか？ノー。メキシコさん？ノー。じゃあもうヒントね。今見えるところにあります。シガトさんですか？今日いません。見えるところにあります。じゃあ最後の質問誰か行く？最後の質問ある？最後ね。どうだ、行く？見えてるかな？見えてるかな？見えるよね？見えます。イエス。イエス。イエス。見えるところにあります。
どっち方向って聞いてんの。そんな答えらんないよね。おしまいです、問題もおしまい。では皆さんに回答を書いていただきましょう。お願いします。さあ最終問題5ポイント頑張ってください。りんちゃん難しい、分かんなかった今回。さあ頑張ってください。今のところ点数振り返りましょう。ドアラが1点、マーク0点、ツーちゃんが2点、りんちゃんが1点ということで、ここまではツーちゃんが一歩リードしていますが、この答えが誰かが当たっていたら一発逆転。さあどうでしょう、頑張ってください。さあこれが最終問題です。さあよろしいでしょうか、全員揃ったら一斉に聞きましょうね。はい、準備はよろしいでしょうか。では全員でいきましょう。せーのーの、京成バスアパホテル優しいお客様魚ですが、さあこの中に答えはあるんでしょうか。残念、ありませんでした。じゃあ正解見ていただきましょうか。正解はこちら、じゃん、ドアラでした。優しいだけ残さないで、全然意味わかんないから。優しいとか全然意味、それだけじゃ意味わかんないから。お客様をそんなね、塗りつぶさないの、失礼ね。ではここまでということで、このゲームすごい、つるちゃん昨日に続いて優勝です、拍手。頑張ったね。商品ですか。商品は特にございません。ね、このゲームを楽しんだ過程が、それが商品です。皆さんね、そうやってなんか安易に物を求めてはいけませんね。わかりましたか。青いコアラ書いてましたね、そのね。ということで以上で終了になります。お写真とかは撮りますか。それ何撮る、せっかくだから撮る。はい、じゃあ豆を投げないで前の方に来てください。はい、どうぞ。じゃあもうちょっとお時間も迫ってきてますから、もうはい、パッパッと写真撮って、じゃあおしまいにしよう。はい、ということで皆さんありがとうございました。イエスはノー、レースオフィブ、あれ。じゃあ1枚だけ撮ろうね、写真ね。はい、1枚だけ撮ろうか。はい、では写真撮影タイム、今いる場所から撮って OK にします。はい、撮影タイムスタート。すいません、この後もねマー君たち出番があるので、ちょっと急ぎ足でいきますね、ごめんなさい。じゃあ5秒前でいきます。5、4、3、2、1。はい、おしまいです。では今日のゲームの勝者はズーちゃん、拍手。そしてドアラ、今日最終日、今日も一日よろしく。ほら、引退じゃない、ごめんごめん、のどまり最終日、今日も一日よろしくお願いします、拍手。以上、マリンドラゴンズキャラクターバラエティステージ、イエスはノー連想ゲームでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上でステージイベントは全て終了です。ありがとうございました。では皆さん、この後は球場の中でお会いしましょう。マリンズファンの皆さん、今日も応援よろしくお願いします。ドラゴンズファンの皆さんはどうぞマリンスタジアム楽しんでってください。ありがとう。